たまりすぎ。なんでそういうことやっちゃうの。プラスアルファでさ、このさ、エッジの効いたさ、殴り込んでくるやつあるじゃん。 あるね。それをね、やっぱ使えてなかったから、今回サブちゃんかもしれないけど、でも出していきたいね。今回めっちゃ緊張したもん俺。でもね、あ、そうなんだ。おかしかったよね。だって動画出るってのも初めてだし、そのなんかさ、会話とかしててさ、なんか黙っちゃうときってあるじゃん。その、次何言えばいいか分かんないみたいな。車とかでもあるね。うん、黙ってればいい俺ら。うん、うん、運転中にやることないよ。何それ。それ何。黙っちゃった時にそのきっかけ、何か喋るきっかけとして。ああ。コアさんダメっつって。ダメ。マスクしちゃった。お前マスクしてないか。なんで忘れてたわ。そうだ、やば。いや大丈夫大丈夫。何大丈夫なの。あの結局向こうに行くから、うん、大丈夫だよね。ポーシティ、ポーシティ。そうだね。P さんって実は言ってなかったけど、P さんってすごいあのネガティブで、でポジティブになるためにこう何でもね、 P さんにネガティブなことを言ってもポジティブにして返してくれるの。そうだから、コメント欄に皆さんはね、ネガティブなこと言ってくれたら、いや、まあ、あの喧嘩になるようなことはやめてほしいけど、そうそうそう、まあ、例えば俺ちょっとじゃあ じゃあみんなちょっとやってみよう。俺さ、 P さん、はい、どうしたんだい富永君。俺ね、この間あの買って1週間の財布を置き引きされて盗まれたんだ。悲しい。それ無理だ。確かに大変だね。俺立ち直れないわ、うん、でも大丈夫。その買ったばかりの財布盗まれちゃったけど、新しく財布を買えばその財布はその2倍の価値になるよね。ポーシティ。あ、そう、値段分ってことね。値段分ね。確かにね。大切なものになるよね。だから損してない、ね、ん？損してない。違う違う、だからその財布の価値が高くなったって思うしかないってことでしょ。違った。5万円の財布を買ってて5万円なくして5万円の買ったら10万円の財布買ったと思うってことでしょ。気分的にはそれぐらい高価なものになるよね。ポーシティー、ポーシティー。でも俺そうやって考えれないんだけど、うん、どうしたらいいかな。でも設定いじるじゃん。でも大丈夫。そのあまりポジティブに考えられなかったとしても、そのネガティブに考えてるってことはそのリスク管理ができてるよね。ポーシティブ。いいね。キイチなんかあるの最近。声張って。売れない、売れないんだけど。ん？ああ、なんか人気者になれない。人気者になれない。ああ、それは確かに大変だね。でも大丈夫。人気者はみんなになんか薄くに知れ渡っちゃうけど、人気がない人って逆に知ってる人は深く知り合えるよね。ポーシティー、ポーシティー。え？今のコメント違う。いや、いやでもなんかちょっと俺心に来たよ。いや、うん、でもなんかその人気なものがどうちゃらっていう話、俺らにも当てはまってるかなと思う。そうそうそう、俺らなんで全然すげえたくさんの人とかっていうよりは、うん、グッと見てくれる人がいるって感じでしたね。企画にをみんな見に来てくれてるっていうことについてどうして。ああ、でも大丈夫。その顔だけでファンになる人よりもそういう、やめとけやめとけ、企画とかでファンになってくれるってことは本当にカンタ君たちのことが面白いと思って見てくれてるんだよね。ポーシティー、ポーシティー。あ、なんかポジティブになれる。いいな。顔だけでとかあんま言わない方がいいけどね。いやもう、どう思った。聞きすぎ。そこでふざけたらダメだって絶対。いやもうすぐ。Thank you.